今回は USC 次世代スターショーマリの紹介をしたいと思います。ショーマリ MMA 戦績15勝1敗 USC 戦績7勝1敗アメリカ合衆国出身の27歳です。殺傷能力の高い打撃で KO を量産し、花がありすぎる容姿と抜群のファッションセンス、 USC ファイターでもトップクラスの人気を誇り、 Instagram のフォロワーは250万人、 USC 代表でエナ・ホワイトをお墨付きで、将来のスターに必要な要素が全て備わっているレクスト・マクレガーとも言われた USC の次世代スター選手です。柔術チャオビのグランドテクニックを持ち、バンタム級ながら身長180センチ、リーチ183センチと長身から繰り出されるロングリーチの打撃、スピンキックなどの変則的な蹴り技と伸びのある右ストレートなどの卓越したスタンドでの打撃を武器に KO を量産するストライカーです。ショーマリーはどんな理由であれ自分が金持ちになり有名になり成功することは分かっていた。小さい頃から友達や家族にそう言っていた。そこにたどり着くために戦い始めたと話しております。オマリーはアメリカ合衆国モンタナ州ヘレナで生まれ育ちました。元麻薬担当官の父によって育てられ、祖母はコナー・マクレガーと同じ出身であるアイルランド人。そのような境遇もあり、オマリーは目標とする人物としてコナー・マクレガーの名前を挙げております。中学までバスケットボール、サッカー、野球などの球技を経験。高校生になると周りで頻繁にストリートファイトが行われる環境になり、16歳の時自分がどれだけやれるのかジムに試しに行ったことがきっかけで MMA を始めたそうです。MMA コーチの一人がオマリーのことをスイートだと語ったことから、オマリーにシュガーというニックネームが付けられました。地元モンタナで MMA のトレーニングを重ねるも、モンタナには大きなジムもなく、入会したジムには強い選手もいなかったそうです。オマリーはモンタナにいてもこれ以上強くなれないと思い、アリゾナ州フェニックスに移り、元 USC ライト級王者ベンソン・ヘンダーソン、元 USC フライ級タイトル挑戦経験のあるジョン・モラガなどが所属する MMA ラボに移籍。ボイス・グレイシーの弟子ジョン・クラウチの指導のもとトレーニングを重ねました。オマリーは MMA ラボではジムのトレーニング自体が別次元だったと話しております。2015年20歳でプロ MMA デビュー。ローカル MMA 団体では回し蹴りなど多彩な蹴り技や強烈なパンチで KO 量産。また MMA と並行してキックボクシング、ボクシングでも試合を行い、打撃スキルの向上に努めました。そして MMA 戦績7勝0敗6つのフィニッシュ勝利の戦績で、2017年7月 USC 契約をかけた登竜門であるデイナ・ホワイトコンテンダーシリーズ2への出場が決定。試合はアルフレッド・カシャキアンと対戦し、右ストレートで1ラウンド KO 勝ち。ケージサイドで見ていた USC 代表デイナ・ホワイトを興奮させ、そのパフォーマンスを絶賛。 USC 代表デイナ・ホワイトは、この子はスターになり戦いに勝つためのスタイルとメンタリティを持っている、彼にチャンスを与える、あとは彼次第だと話し、オマリーは22歳の若さで USC との契約を果たしております。また観戦に訪れていた USC ファンで世界的に有名なラッパーのスヌープドッグを興奮させ、私はこの子に会わなければならないと言わせ、試合直後のオマリーに自身がプロデュースするブランドのタイマーをオマリーに吸わせておりました。2017年12月 USC デビュー戦では USC 代表デイナ・ホワイトを墨付きということもあり、いきなりセミファイナルに抜擢。テリオンウェアと対戦し、仕留めることはできなかったものの、派手な攻めで会場を沸かせ判定勝ち。試合後オマリーは、ここラスベガスには素晴らしいファンがいるから、2018年はここでペーパービューカードで戦いたいと話しました。すると2018年3月 USC デビュー2戦目では、ノーランカーながら USC222 のナンバーシリーズペーパービューメインカードに抜擢。この待遇にはショーマリーを売り出すための USC の猛プッシュが伺えます。試合はアンドレス・ウカムタスと対戦し、1ラウンドと2ラウンドは圧倒し、3ラウンド中盤に右足を骨折してピンチに陥ったものの、判定勝ちでファイト・オブ・ザ・ナイトを獲得。試合後は自力で立ち上がることができず、オクタゴン上に横になったまま判定結果を聞き、ジョー・ローガンの勝利者インタビューを受けました。オマリーは顔をしかめながら、このゲームが大好きで、メディアが大好きで、MMA の全てが大好きだ、途中から足の感覚がなくなった、パーティーの後に病院に行ってみるよと話して会場を沸かせ、このインタビュー動画は SNS で大きく拡散されました。当時20代前半の若さとスター性から世界中のファンを魅了し、 USC からもオープンシュされてきたショーン・オマリーでしたが、苦難が訪れます。2018年9月、米国アンチドーピング機関 USADA が実施した薬物検査で禁止物質であるオスタリンの陽性反応が検出されました。その後の調査でオマリーが摂取していたサプリメントの汚染が判明し、意図的に使用した証拠がないことも認められましたが、6ヶ月間の出場停止処分を下されました。また翌年2019年8月 USADA の検査で再びオスタリンの陽性反応が検出され、前回の調査で認められた汚染サプリメントの摂取が原因と判断され、出場停止処分の期間は同じく6ヶ月間。オマリーは実質2年間試合から遠ざかることとなりました。
USC のスター候補と目されていたオマリーにとって20代前半での2年間のブランクはあまりにも長く大きな挫折を味わいました。しかしオマリーはこの期間にかなりの筋肉量を増加させ毎日何時間もかけて柔術の練習に取り組んでいたそうです。USC に出場停止中の2019年12月にはラスベガスで開催されたグラップリングイベントクインテッドウルトラにチーム USC のメンバーとして参戦。1回戦でチームプライドの五味貴則選手をハイエルボーギロチンで一本勝ち、決勝戦ではチームストライクフォースのギルバート・メレンデスと引き分け、チームの優勝に貢献しており、グラップリングの強さを見せました。オマリーは約2年間の出場停止期間について、はっきりさせておきたいのは有利になるために意図的に禁止薬物を摂取したことは絶対にない、何も悪いことをしてないのに2回罰せられた、しかし今まではなりたい自分になる準備ができていなかったと思う、たくさんの本を読みたくさんのことを学んだ、普段と違う視点で MMA を見て MMA を深く学んだ、ケージの中で挑戦する準備がはるかに整った、シュガーショー 2.0 を世界に見せる、俺は今以前とは別の生き物だと話しました。2年ぶりの USC 復帰戦となった2020年3月、 USC248 でホセキニョネスと対戦。1ラウンドに右ハイキックでダウンを奪い、右アッパーで追撃しパウンドで TKO 勝ち、わずか62秒で沈め復帰戦を圧勝で飾り、パフォーマンスオブザナイトを獲得。相手を仕留めた後の何食わぬクールな表情でオクタゴンを歩く姿は、より進化した覚醒の予感と真のスター性を感じさせるものがありました。2020年6月、 USC250 で元 WEC 王者のエディ・ワインランドとの対戦が決定。この試合から髪をカラフルに染め出し、レインボーカラーで試合を行いました。試合はアッパーフェイントから右ストレートの一撃で1ラウンド失神系を勝ち、2試合連続のパフォーマンスオブザナイトを獲得しました。試合後オマリーは、僕は MMA でベストストライカーだと話し、元 WEC 王者ワインランドと対峙してどう感じたという質問に、全く何も感じなかったとクールに返答しておりました。2020年8月、 USC252 でマルロン・ベラとの対戦が決定しました。試合前オマリーはベラの母国エクアドルカラーに髪の毛を染めて登場。エクアドルのファンに愛を見せているだけだ、話題になるだろう、俺がコナー・マクレガーに似ていると言われるのは1ラウンドで KO 勝ちするから、今回もそうなる、俺が KO 勝ちするからこそこのファイトはセミファイナルに組まれたと話しました。そして愛犬クッシュを自身のカラフルなカラーに染めて紹介。クッシュは父親のような髪を欲しがっていたので染めたと話しておりました。しかし試合は試合序盤に右足を負傷、右足が踏ん張れなくなり何度もバランスを崩し、1ラウンド終盤にグラウンドの肘打ちで TK を負け、アクシデントではあったもののキャリア13戦目で初黒星を喫しました。2021年3月の再起戦では USC260 でかつて21連勝という驚異的なレコードを保持していたトーマス・アルメイダと対戦。マルロン・ベラ戦での敗戦を事故として無敗を自称しているオマリーは、この試合以降試合前の選手コールで1敗とアナウンスされる際には手でゼロをジェスチャーするパフォーマンスを行っております。試合は1ラウンドから左フックでダウンを奪うなど圧倒し、3ラウンドにカウンターの左ストレートでダウンを奪い、パウンドで3ラウンド KO 勝ち、格の違いを見せつけての復活劇でパフォーマンスオブザナイトを獲得しました。試合後オマリーは、とても満足している、いろんな人にいろんなことを言われた、8ヶ月間誹謗中傷に対応してきたし、たくさん嫌なメッセージをもらったりした、スマートな人が僕の足を蹴ればいいと言っていた、僕はチェックしていないからと、そういうバカ野郎たちに証明してやった、自分のスピンは速くて強力だ、相手はそれに反応しなくてはならない、その時はそれをフェイントにして右を叩き込むんだと話しました。2021年4月、 USC264 でクリス・モーティーニョとの対戦が決定。当初はルイス・スモルカーと対戦予定でしたが、スモルカーの負傷欠場によりクリス・モーティーニョが11日前の緊急オファーでの代役で抜擢されました。試合はプレッシャーをかけ、前に出続けるモーティーニョにカウンターの打撃を当て続け、3ラウンドにスタンドパンチ連打で TKO 勝ち、ファイトオブザナイトを獲得しました。またこの試合で USC バンタム級新記録となる3ラウンドマッチにおける最多有効打撃数約30発を記録しました。試合後マリーは、いい気分だ、正直なところあいつがあんなにタフだなんて思っていなかった、あれだけ何発も受けるなんてすごいと思う、あいつが疲れてきただろうって言ってきたから、まあな疲れたよって言ってやったんだ、とにかく顔面を殴り続けた、俺には夢がある、有名になりたい、コナー・マクレガーのレベルになりたい、スーパースターになるつもりだし、そのためのペースを保っている、今は26歳だ、あと10年はやれると話しました。2021年12月、 USC269 でランキング15位のアウリアン・バイパーと対戦。試合は右フックでダウンを奪い、追撃のスタンドパンチ連打で1ラウンド TKO 勝ち、パフォーマンスオブザナイトを獲得しました。試合後オマリーは、正直これまでで一番タフな相手、当たればこうなると思っていた、フィニッシュは試合前にカネロのボクシングを見て練習していたんだと話しました。ショー・マリーは、今まで USC からも世間からも注目されているにもかかわらず、トップ10ランカーとの対戦が実現しておりませんでした。
オマリはインタビューでランカーと戦ってほしいとの声を聞く。でも試合数は契約で決まっていて、対戦相手がランク外だろうがランキング1位だろうがファイトマネーは同じなんだ。上位ランカーとの試合は相手と同じ金額でなければ受けないと話しておりました。これに対し USC 代表デーナ・ホワイトは、金を払って試合をさせるしかないようだなとコメント。後日オマリーは実際に最近 UFC と話して新たな素晴らしい契約をした。俺は USC に行き、俺はこの金額を稼ぎたい。稼ぎたい金額を稼ぐために USC のビジネスパートナーとしてやらなければならないことは何だと聞いた。1試合で100万ドル稼いでるところに到達したいんだ。明らかに僕は今そこにいないし、対戦相手に期待しているものではない。でもそれが俺の心のどこかにあると話しておりました。そして2022年7月、USC276 でランキング9位のペドロ・ムニョスの対戦が決定しました。ペドロ・ムニョスは MMA 戦績19勝7敗。2014年から USC に在籍しており、堀口恭司選手と同階級同門のアメリカントップチーム所属。2019年には元王者コーディ・カープランと1ラウンド KO し、タイトル挑戦目前までたどり着くも、その後1勝4敗。しかし負けた相手は現王者アルジャメイ・スターリング、フランク・エドガー、ジョゼ・アルド、ドミニック・クルーズと全員王者経験のあるビッグネーム揃い。オマリーにとって今回のムニョス戦が過去最強の相手となりました。しかし試合は2ラウンドにオマリーの偶発的なサミングによりムニョスは目を開けることができなくなり、試合を続行することができずノーコンテスト。初のトップ10ランカーとの対決を制することはできず、王座挑戦に向けてのステップアップをすることはできませんでした。しかし USC はムニョス戦直後にオマリーに対して最大のチャンスであり最大の試練となるオファーをします。 USC マッチメーカーのショーン・シェルビーから、いや、デイナと私には素晴らしいアイデアがある、彼はバンタム級のトップ10の中で唯一試合が決まってないのでどうですかとメッセージが来たそうです。それに対しオマリーはよしやろうと即答したそうです。そして2022年10月23日 USC280 でランキング1位のピョートル・ヤンとの対戦が発表されました。ランキング9位のペドロ・ムニョス戦の次は衝撃の最強ロシア人ピョートル・ヤン。ショーン・オマリーにとって厳しすぎるマッチメイクとなりました。ピョートル・ヤンは元 USC バンタム級王者。多彩なボクシングテクニックと強烈なパンチ力を軸に、首相撲から膝、肘などのムエタイ技術、レスリング技術も非常に高く、トップを取り強烈なパウンドを振り落としてフィニッシュするバンタム級で最も戦いたくない最強ロシア人。USC 参戦後、全く穴を見せることなく6連勝を挙げ、2020年4月、元 USC フェザー級絶対王者、ジョゼ・アルドを TKO で破り、USC バンタム級王者に輝いております。その後、初防衛戦で、1位アルジャメイ・スターリングに反則負けで王座を奪われるも、終始スターリングを圧倒し、ヤンの強さが浮き彫りになっておりました。王座陥落後の2021年10月、USC バンタム級王座決定戦で、ランキング3位のコーリー・サンドヘーゲンに判定勝ちで、USC バンタム級暫定王座を獲得。2022年4月、USC バンタム級王座統一戦で、正規王者アルジャメイ・スターリングと再戦するも、2対1スプリットの判定負け。王座統一に失敗し、暫定王座から陥落しておりました。USC 代表デーナ・ホワイトは、マッチメイク会議をしていた時に、マッチメーカーのショーン・シェルビーが、この試合を思いついた。彼がこの試合を組みたがっていた。私は、長期化、今はやらない方がいいだろう、とかいろいろ言った。彼はこの試合を組むべき理由を話し、オマリーも準備ができている、と言った。オマリーは10月に28歳になるし、全盛期だ。唾液も強い。彼は私にそれを売り込んできた。そして重要なのは、オマリーとヤンの2人とも試合を望んでいたことだ。そしてもっと重要なのは、発表したらみんなが熱狂して気に入ってくれたことだ。そしてもっともっと重要なのは、本当にいい試合になるのが間違いないことだ、と話しました。ショーン・オマリーは、ピョートル・ヤンを倒してチャンピオンになるつもりだ。USC は俺のようなチャンピオンを必要としている。ピョートルを見事に倒せば、俺がタイトル挑戦権を得るだろう。特にアルジョと TJ がそのイベントにいるんだからね。ずっと前からこのレベルの人たちと戦う準備をしてきた。ただその機会がなかっただけだ。俺はピョートルよりも強いファイターだと信じている。本気でそう思っている。ピョートル以上に準備を整え、俺のやるべきことをやるだけだ、と話しました。好待遇され続けてきた USC から、今回用意されたこの試合は、最大のチャンスであり、最大の試練。この試合に勝利すれば、オマリーはバンタム級タイトル挑戦権を獲得できる可能性もあります。将来のスター候補と言われ続け、上り詰めてきたオマリーが、本物のスターかどうかの進化が問われます。ショーン・オマリーは、自身の目指す理想の選手として、コナー・マクレガーを挙げております。USC はスーパースターを欲しがっている。今の USC には、コナーのレベルの選手はいない。俺はコナーになりたい。MMA の歴史において、技術的に誰がゴートであるかを言うのは難しい。誰が MMA を爆発的な人気にしたのか、誰が本当に MMA の次のレベルに引き上げたのか、誰が最も面白いのか、誰が最も多くの人々を魅了したのかということになると、ゴートはコナー・マクレガーだ。
彼は2つのタイトルを同時に保持し、史上最高のファイターを打ち負かした最初のファイターだ。俺はそうなりたい。一部のファイターは俺のことを人気が先行しているだけで実力が伴ってないとか嫉妬しているが、俺にはそれがわかる。他人の成功に嫉妬するのは精神的な弱さでもある。そいつらは俺よりもタフな奴らと戦っていて、小さな車を運転して彼らの小さな家まで車を走らせている。そして私はランボルギーニのある大邸宅に住んでいて、大きなガレージに2台のテスラがある。そりゃ嫉妬するだろう。けど単に試合に勝つだけではダメなんだと話しております。以上です。今後も各階級の王者、トップランカーなどを紹介していきたいと思っております。いいね、評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。